ここでは聖地熊野へ向かう人々ということで、熊野の参詣道を、紹介しています。古来より熊野は伊勢と並ぶ聖地として非常に重要視をされていました。で中世には、熊野へ参る人たちは木伊寺とともに伊勢寺を利用するなどして、非常なにぎわいを見せていたわけなんですけれども、近世の初頭になってまいりますと、西国三十三所巡礼というのが盛んになってまいります。そこの通る人たちは、伊勢から熊野へ向かうということを行いました。で、伊勢寺は海沿いのところを行くんですけれども、結構急峻な山道があったりとかして、その山道の整備には伊勢の有力な人たちがその整備に関わったりするっていうようなこともございました。このコーナーでは、中世から、近世にかけての熊野詣の様子が、紹介をされています。この、長石というお地蔵さんのところには、それに関わった人物が名前が石に彫られています。でライトを当てて見ることでそれを見ていただくような工夫がしてあります。あと資料としては三重県内の中世の熊野の信仰の資料ですとか、あと近世になって、お参りをする三十三所巡礼をする時の、巡礼の手引き書というか、今でいう旅行のガイドブックみたいなもの、それから、衣装として傘や追いずるといった衣装、それからお金が少ない人たちっていうのがですね、泊まれる前婚宿という旅人を無償で、泊めたりする宿がありました。その宿に、巡礼の人たちが納めたお札、そういったものがたくさん残っています。非常に珍しいものなんですけれども、そういったものも、紹介してありますので、当時の旅の様子、信仰の旅の様子っていうのを、この展示を通じてご覧をいただけるんじゃないかなと思います。